今ね、ハイベー出たでしょ。うん。ハイベー出て、その後に何が出たかっていうと、死のフラットが出たんですよ。死のフラット。だから、G のシャープが出たんですよ。G のシャープ。まあ、ドミソドとね、この解放で出るじゃないですか。うん、トランペットは。で、ハイベーっていうのは、まあ、解放。解放で、ハイベーの後に G のシャープ、アルファベット表記では G のシャープが出てるんですよ。これっていうのは普通、そう、普通なんですかね、これはね。うん、だから、ハイベーを狙っていこうとすると、このね、G のシャープが途中で出るんですよ。で、調子がいいと、まあ今みたいにハイベーがパンと出るんだけど、ハイベーが出ない調子が悪い時っていうのはね、頑張って、この G のシャープ、だから C のフラットですよね。まあ、ラのシャープとも言えますけど、うん。それ止まりになるっていうことがあって、トランペットっていうのは、そういうもんなんですか？まあ、教本には書かれてないような気がするんですけど、どうなんですかね。ちょっと短い動画ですけど。